みなさーんこんにちはマーティンダーミラでクーボーイ、キングダクですキングダクのビーギングアイ今日はボーギングの日スペシャル !6 月22日はボーギングの日ですボーギングは長崎が発祥でございます。はい。今日はボーギングの日1、1年前の話と今年の話します。まず1年前私、ボーギングの日ボーギングしてきました。坂田です、もちろん。山形、鶴岡の方でもやりました。はい。確かに悲惨ですけどもね、はい。 一年前、ボーリングの日はゲリラライブを行いましたね。桜井真悠子さんとかいろいろプロボーラー出てましたね。はい。ライブで、はい。今年のライブは中野真悠子さんが朝まり8時から復活したそうです。朝の8時。私は早ワなので無理ですが、もう復活したのは本当に拍手,拍手中野真悠子さん、本当に久しぶりです。P リーグも出場3位と大健闘して、すごいんです。はい。パーフェクト まあそうですね、いろいろありますが、はい。1年前の話と、そして今年の話もします。今年はまあ、それと重なったのは経老会です。ボーリングの日と重なったのは経老会。経老会、今年は中止となりましたが、だまあた、なんだろう、お食事しましたね、利用者さん食、食事しましたね。まあ食事だけですけども、まあ、私も大学で何かやろうかなと思ったけど、ボーリングの日に取り入れた体操をやりました。これもいいですね、効果ありました、皆さん。 素晴らしい利用者さんも、うん拍手。というわけで、以上でございますが、ここからボーリングの日、私の得意な場所と苦手な場所を言います。私にとって得意な場所は地元ホームダム、山手ボーイは私、最も得意な場所でございます。最高は225点。次に得意な場所は坂田体制ボールでございます。まあ、200ですけども、まあ、左四つも習得できたし、本当にいけました。はい。 ただ最も苦手なのは、秋田の浜ナスボール。ま、ファール踏むところがちょっとあるね、ファール。そこにも弱いし、滑りがちょっと悪いですね、大体。秋田のに、えぇ、ー、ゆり本場にあるところです。まあ、山形県で最も苦手なのは、山高ボールですね。山高ビル5階のボール。ちょっと、ファー、滑るところと、コンディションが合わないところです。山形ファミリーボールは、まあまあ大丈夫ですね、はい。あとは、えぇ、ー、 東根にあるあの、ボーリング場もまあ、まあまあですね、はい。ボールモデルのもまあまあいけてる方でございます、はい。うんうん。ラウンド1もまあ、初めて行ったのはまあ、2年前です。新潟に行きました、ラウンド1の新潟。そこからラウンド1のラウチャレもやって、小野部萌香さんと水谷お母さんのチャレンジマッチやりました。はい、覚えてます、もちろん。はい。過去の振り返ると、まあ大変なこともありますね。 チャレンジマッチはまだ一勝もせず、最下位のまま。まあ、最下位出し,た出したのが初めて出場した日でございます。山形マミーボーイ坂本潮井さんチャレンジマッチ。はい。今後はまあ、優勝したいです。未来のため。未来としてはまあ、優勝が希望です。私にとって。チャレンジマッチ優勝することとまあ、入賞、そして200以上出すこと、そして意識することが大事でございます。はい。防劇の日にふさわしいお話、いかがでしたでしょうか というわけで、2021年ボーリングヒ日スペシャルでした。バイバーイ